デンマークの不法移民政策、面白い。産経新聞、2018年12月9日。不法移民らは島流し？政府、法と秩序守る。素晴らしいですね。デンマーク政府は8日までに何らかの理由で出身国に送還できない不法移民らをデンマークの離島に島流しする計画を発表した。政府は法と秩序を守るためと主張するが、国内外から非人道的との批判の声が上がっている。ロイター通信によると、国連の人権高等弁務官のバチュレさんは、計画を中止するなどと述べ、重大な懸念を表明した。離島は首都コペンハーゲンから70キロ以上南方に位置し、人はほとんど住んでいない、本土から3キロ以上離れており、動物の伝染病などに関する研究に使用されていた。みんなそこに入れさせてもらったらええんちゃうの。計画では2021年までに離島に収容施設を整備する。収容対象は犯罪などの理由で難民申請は却下されたが、拷問などを受ける恐れから出身国に送還できない外国人ら。地上の楽園ができますね。デンマークで罪を犯して服役し、国外追放の対象だが、出身国が受け入れに協力しないケースも含む。まあそういう迷惑な国の人は日本にも入れてはいけない。そういう人たち日本にもいっぱいいるみたいやから、同じように対応した方がいいん違うかなと思うわ。日本も見習うべき。こんなん混ぜられたら、我々の生活に支障が出るんよね。で、知らんと付き合ってしまったらどうすんのって感じ。で、このニュース関連して朝日新聞デジタルのタイトル好き。2018年12月4日、離島に不法移民収容へ、デンマーク大臣、彼らいらない。いらねえ。これは朝日新聞としては人権的にどやねんっていう気持ちでこのタイトル付き合ったりと思うねんけど、いやー不法移民の人権とかより自国民の生活の方が大切やからな。いらね。で、 CNN の12月6日の記事、デンマーク不要な難民の隔離を計画、無人島の施設に。記事少しだけいきましょう。移民の流入への反対姿勢を強めるデンマーク政府は6日までに不要な難民を人の住まない島に移す措置を取る方針を表明した。不要な難民。来年の財政法案に関連計画を盛り込むことで、右派のデンマーク国民党と合意したという。もうね、言い方が素晴らしいね。これを日本で言うとギャーギャー騒がれるやろけど、移民省のストイペアさんっていう方は、Facebook への投稿で、一部の移民について不要な存在であり、自分たちでもそれを肌で感じることになると明言。デンマークの社会にとって不要なら、もともといるデンマーク人に迷惑をかけるべきではない。新しい住所に移ってもらう、と述べた。もうね、これぞ正しい政策やと思うよ。なんかわいそうな命取りやねんか、乗っ取られるっちゅうねん。ちょっと端折って、デンマーク国民党の広報担当者は、こうした措置について、オーストラリアのモデルを参考にしていると説明。不測の事態に備えて、警察官の配備や、留置場の設置を検討していると述べた。その上で CNN に対し、我々の望みは、デンマーク以外の国の人々に、デンマークがあまり魅力的な亡命先ではないと理解してもらうことだ。たとえ難民であろうと、国内に危害をもたらしたり、犯罪を扇動したりするなら、こうした措置の対象になる。と強調した。もうこれで大切で、日本の入管がちょっとひどいとか言ってるけど、ひどい目に合わさないと、とても魅力的な国になってしまうやん。自分たちの生活を守るためには、不法侵入者に対して、陰険意地悪陰湿に対応せなあかんと思うで。で、記事最後に、地元の人権団体の幹部の言葉が書かれてあるんですが、いや知らん知らん失礼と思います。